自然は僕にいつも大きな影響を与えてくれる。自然から得れるヒントは無限大で、唯一無二の色香を放つ。2020年、世界的ウイルスの影響を受け、僕は実家の長崎へ帰ってきた。長崎は多くの島からなる豊かな自然と、歴史ある建造物から観光地として世界中から人が集まる。しかし、たくさんの観光客で賑わっていた長崎も大きな影響を受け、静かな街へと変貌を遂げた。僕にできることはないだろうか。そう考えて、今日までたくさんの活動をしてきた。楽しいことも辛いこともあったけれど、この1年で長崎だけで撮影した風景をこのビデオに収めます。僕のダンスとともに。この1年間でたくさんの映像を制作し、 SNS で発信をしてきた。観光客も少しずつ増えてきて、昔の長崎の姿を取り戻そうとしている。僕は一人のクリエイターとして21歳もクリエイティブを追求していきたいと思います。